どうも皆さんこんにちは、ひとり親方です。はい、今回はこの持ち手なんかにね、巻きつけておいて、で使いたい時にすぐ使えるっていう結び方をねご紹介したいと思います。すごいですよ、見とってくださいね。まあこっちをねまずピッとはめすでしょ、解除して、でこっちの本体引くとほらすぐに使える、便利でしょ。じゃあ早速ねやり方を説明していきますね。じゃあ結び方説明しますね。まず紐をまあ2メートルから3メートルぐらい準備してください。ここのね長さで変わりますからね。これはまあ僕2メートルちょっとぐらいで、ね、準備してます。そして紐の両端にはねダイヤモンドノットを、ね、結んでます。先に、はい、やり方はカードに貼ってるんで見てください。まずこの長さを決めて10センチぐらいだなと思うところに折り返した状態でねこうセットします。で次にこの長い方の紐を裏に回して表に返ってきますね。で返ってきた紐をこの2つの紐を通してで、この紐がね下からかかるような状態で折り返します。ね。で戻します。で次今度下からかけて同じようにこうね下側からかかるようにして折り返します。上手に編み込んでいくコツはまあ、強く引き締めたらグニャってなっちゃうけど、まあ、弱すぎず強すぎず適度な張り具合をキープしながらかけていくことです。これあとも同じ作業を繰り返していくんですよ。上から来たやつをかけて、折り返す。で、下から来たやつをかけて、折り返す。はい、だいぶできてきましたね。でね最後の方になってくると、まあ、ここにね最後ちょっと引き時計にして止めるんですけど、ぴっちゃり作りたいっていう時は微調整しないとダメなんですよ。これ最後折り返してきて最後ちょっと巻いてねこう止めたいんだけどちょっと足りないと、でここの穴が余ってる。でこういう時どうするかっていうと元ですね、元を引っ張ってちょっと穴をねもうここで止めるぞっていうところまでの穴をちっちゃくして、この今引っ張り出してきたやつを微調整するんですよ。ちょっとずつねこう手繰り寄せてですね、でこの時にもう一度張り具合をね調整できますからね。まあこれが距離が長くなるほどちょっと時間かかってめんどくさいんですけど、うん、まあ何でも綺麗なもの仕上げようと思ったら時間かかりますね。はい、もうこんだけね引っ張ってきて余分ができたので、でこれ最後もう一回にくるって巻いて、でこの余った紐をここのさっきのねちょっとちっちゃくしたけど中に通して通し切ったらこっちをねちょっと引っ張ってで止めます。でこの分はどうするかっていうと少しずつねこれを移動させていって、でここをちっちゃくしていくんですよ。で形を整えて、はい完成ですね。どうかっこいいでしょう。でこれはまあ普段カバンのね持ち手のまあカバーとして使いながら、まあ、最初に説明したお見せしたように、ね、ここを外してでピッて引っ張ったらもうスルスルってすぐ使えますからね。でこのストッパーノットも緩めたらほどけますから、溶かし止めするときはもう直に炙ってビチャって止めるんじゃなくて最初に切って、で軽く炙った後にもう結んだ方がいいですね。そしたらくっつかへんからね。でこうやって綺麗に収まりますから、はい、
じゃあ今回はすぐに使える、ね、必要な時にすぐに使える紐の収納方法です。アクセサリーにもなっていいという、ね、そういうご紹介でした。ぜひやってみてください。